大変残念ではありますが、皆さんと一緒にお礼を申し上げたいと思います。皆さんもご存じと思いますが、アンジェロはヨーロッパ、ポルトガルのご出身であります。ポルトガルと言いますと、今から460年ほど前、ここ大分の地と関係の深かったあの西洋医学を伝えたアルメイダ病院の名前を残したアルメイダさんや、大友宗麟の長愛を受け、キリスト教を広めたフランシスコ・ザビエルと同じ、ヨーロッパの南部からはるばる大分へ外国を教えるためにやってまいりました。これも一つの縁かもしれません。アンジェロは大変明るい性格で、私たちに楽しく英語を教え、私たちは楽しく英語に親しむことができました。職員室の前にはワールドコーナーというコーナーを設置していただき、世界のいろいろな出来事や文化を分かりやすく紹介してくれました。アンジェロという名前は英語のエンジェルから来た名前で、天使様という意味であります。まさにあなたは天使様のように明るく、いつも笑顔で外国を英語を通して私たちに勇気と希望を与えてくれました。アンジェロは本校に3年間勤務されました。アンジェロ・トラバイス・ネスタ・エスコーラ・コワセ・トレスタ・アノス。本校を去っていくのは大変残念なことであります。ロス・エスタボス・ウィト・トリステス・フォロー・アンジェロ・エス・イル・エプロ。彼は私たちに多くのことを教えてくれました。本当にありがとうございました。エレ・エンセアノス・ウィタス・コイサス・ロバス・オブリガド。ここでご挨拶をいただきますので、しっかりお聞きしましょう。アセギウム、バムス、オービー、ウマス、パラバラス、ロープ、アンジェラ。Nervous.本当に悲しくてたまりません。私はここに来て約3年になります。そしてここにいる皆のことをしています。生徒はいつも好奇心旺盛で、優しく、そして素晴らしかった。私はあなたたちの笑顔やあなたたちの言う冗談、そして何より私を友達のしてアンジェロと言いながら抱きしめてくれたことを決して忘れないでしょう。絶対に忘れません。皆のことを思うと泣きそうになります。また職員の方々も私に本当に優しかった。
たくさん授けていただきました。大子さんは母の世にいつも私を心配し、私に話しかけてくれました。校長先生は素晴らしく尊敬できる方でした。いつも私の言葉に耳を傾けてくださいました。こんな素晴らしい人たちのことを忘れることができるでしょうか。さよならと言いたくありません。上野中学校でのことは私の素晴らしい思い出です。私を育て笑うことを教えてくれたこと、この学校に来るのがいつも楽しみでした。別れるのは本当に悲しいけれど、私たちは前に進まねばなりません。これは覚えていてほしい。素敵な思い出や友達はいつも大切にしてください。そしていつもためらわず目標を持ち続けてください。例えばあなたたちを前にして私が日本語でスピーチをするように、初めて高校に来た時日本語が全く話せませんでした。私が日本語を学ぶことができたよに、あなたたちも英語を学ぶことができるでしょう。 Yes, we can. 私は7月にポルトガルに帰ります。それが近づくに連れてさよならを言うのも難しくなるでしょう。もちろんあなたたちが訪ねて来てくれることを楽しみにしています。日本での生活は決して楽ではありませんでした。ここはそれを忘れられる場所でした。あなたたちのエネルギーが私の力になることが何でもありました。私はあなたたちを忘れません。だからあなたたちも私のことを忘れないでください。I love you. Thank you so much. Thank you. いたしました。